鳥の糞。あやさんお疲れ様でした今日も。あ、本当今日はね美味しかったね。そうですね、しゃぶしゃぶ。ね、美味しかったですね。もうあのしゃぶしゃぶ食べた後、なんか取ろうかと思ったんですけど、もう寒いしお腹いっぱいでもう眠いんで、ちょっと一本だけ取って帰りますわ。寒いんでちょっと自分は、温かい紅茶かで。俺はもう寒いからさ。でも本当寒いの苦手ないよ。寒いから暑かんでしょ。そうそう。お酒飲みたいからじゃないですか。ああ。はい、じゃあなんか乾杯。今日もお疲れ。ツイッターで、事業者の人に、こうエピソードを教えてくださいっていう、募ったんですよ。ちなみに、ナノさん、最近起きた不幸なエピソードって何ですか？あるんですよ。最近。最近不幸なことね、あんまりないんだよな。まあ、プライベートであったけどさ。何ですか？それ、あえて動画に言うことじゃないし。気になる。え？どんなことかだって教えてくれる？いやいや、それはもう個人的なことやから。あと、あとはないかな。じゃあ、最近はもう幸せだと。幸せじゃないね。ちなみに、人生最大の不幸なエピソードって何ですか？どこまで話していいの？いや、話せる。いや、視聴者の人が。話せるところまでいいですよ。いや、ほら、コーナー、あれ、コーナーうち入るのかな？何ですか？殺されかけたのは。なんか不幸というより危険なお話ですね。うん、だから、なんか不幸な人はないですね。ああ、熊には深くなるってこと？それも不幸じゃなくて危険なエピソードか。うん。じゃあ、あと何だろう。幽霊を見たこと。それは不幸というより怖い話か。ピアマン。ツイッターのアカウントで、皆さんの今までの人生の最大の不幸エピソードを教えてください、って言って募ったんで、1人目、家から遠いところで自転車に乗って帰ってたら、歩道に落ちたガビを踏んで、タイヤがパンクして、家まで帰るのに1時間くらいかかりました。本日、修理費用3,000円かかりました。どうですか、これかこの人の人生最大の不幸エピソードです。甘いよな。笑い話だよね。逆の意味で。ついてるの。ガビオなんか踏むことないですよ、ね。そうそうそう。この人は逆に不幸というよりもラッキーなんですよ、ね。そう。じゃあラッキーです。もうラッキー。次、小学校の頃、両親から買ってもらった5年間愛用していたマウンテンバイクが盗難になった。自転車が盗まれたらしいです。あ、それは不幸だね。いいか、ナムさんなんか自分のもの盗まれたことありますか？あるよ。ちょっとあるもん。ファンからもらったね、プレゼントをさ、誰か知らないやつが持っていくとかさ。あ、地下通路は。そういうことが多いんですね。多いよ。最近は特に多いよね。なるほど。じゃあ、奈々さんは、日常茶飯事。日常茶飯事。俺から来ればね、まあ別に、買ってもらえばいいじゃん。確かに。それから働いて自分で買うとか。なんか、自転車のエピソード多いんですよね。一人で教習所に通ってるやつ、薄いロングスカートを履いて向かってたら、歩いてたところが氷に巻き込まれてスカートがビリビリの半分に、少し離れた友達のところに服を買いに行ったら、私が絶対履かないようなオーバーオール、しかも丈が短い、時間に間に合うか分からなかったので飛ばしていったら間に合わなかった。友達の嫌がらせ。いや、友達の嫌がらせじゃなかったんですけど、いきなり来たから。ああ、オーバーオールじゃなかったんですか？自転車スクートと巻き込まれたことあります？巻き込まれたら死にかけたことある。釣りに行こうとしてさ、車に乗ってたら釣り竿が中のこう車輪に挟まって倒れて、交差点のど真ん中倒れて死にかけて。ちなみにその時は知らなかった？朝早かったから。車通らなかったから。問題解決全然なってないな。トイレ休憩に寄った際、ミニストップでオニオンにソフトクリームを買っておいて、と言われて、溶けて手が汚れると思い気を利かせ、カップのソフトクリームを買った、駐車場で周りに聞こえるでかい声で、そんなのソフトクリームじゃねえと激怒され、もう一つかわされた。嫁ちゃんと別れた。女性から怒鳴られたことがあります？あるよ。例えばちょっとフラフラして歩いてる時、よかったらまだって。それ女性男性関係ない。高校で
部活に入って腰を怪我して、そのまま1年間雑用とサポートばかりしてたけど、全く怪我が治らなくて部活をやめたこと。かわいそうだよね、それはね。学校っていうか、かわいそうやね。希望を持って入ったのにね、ちょっと折れるよね、心が。子育てをし始めた時、私が子供のために買ったばかりのおむつを、当時うちの家が遊びに来ていた高校の同級生に、私がコンビニに買い出しを行って戻ってきたら、急に帰る、どうぞお友達から行って帰ってきて、ずっと部屋を見渡したら、おむつが半分以上に詰まっていた。どうですか、友達はやらまないとね。彼氏に120万円ぐらい貸して返してくれた。似たような経験あるからね。おー、ナムさんはこっちの、え、どっちだっけ、貸した人借りた人両方。話だな。ナムさん、そんな中、こんなことも振り返ってみても、多分貸し、呼ばれた環境で貸し。あー、一回天罰を受けるよ。そういう人、こんな人は。うん。じゃあ、ナムさん、最後。うん。こんな方もいます。ホームレスが大富豪になるまでのチャンネルに出会ってしまったけど、うん、理由、面白すぎて他の動画が面白くなくなった。いや、これ以上ないよ。いや、そういう人が増えてもらいたいよね。そうですね。ね、あの、元気になってくれればさ、俺も元気になるし、檜山さんも元気になるじゃん。いや、俺もさ、まあ、YouTube 始まるまではいろいろあったんだけど、まあ、YouTube こんな始めたおかげでね、少しずつだんだん上向きになって、こうだんだんステップアップできてるから、本当みんなのね、こう動画見てもらったおかげでこうやって今あるわけだから、これから先もさ、応援よろしくね。やっぱりね、今いろんな世の中いっぱいあるからさ、せめてホームレスから大学になるまでこれ見て元気になってもらいたいです。お願いします。チャンネル登録よろしく、ね。